30度ぐらいのね気温になる日がこう続いて、はい、もうとにかく厳しい毎日ですよね。そうですね。ね、だからもう私のように日中お使いに行くような人はもう皆さんもう帽子か日傘は当たり前だし、はい、あとサングラスもしていらっしゃるし、はい、あとこういう日焼け止めの長い黒の腕、うんうんうん、手袋の長いのみたいのしてるとか、うん、ほとんどこう表情がわからない格好してるのがもう普通なぐらいね。そうですね、うん、だみんなこう仮面をかぶった人たちだけがこう、はい、歩いてるっていうような状態ですよ、うん、そうですね、すごいですね。で前にあの立ち葵っていう植物の話を聞いてもらって、うんうんうん、はい、私と同じぐらいの高さのなんて言ったんですけど、はい、もうそれもめきめき成長しちゃって、おもう私よりはるかに高いところまで伸びてるし見下ろされちゃった。そう、見下ろされちゃってるしね、うん、それであの元気がいいのはこうツル科の植物っていうんですかね、はあはあ、ああいうのももっとめきめきなんかこういろいろ絡まってるしね、あの植物なんか強いですね、なんかすごく。ああ、そうだね、うん、だからこういつもの道なんですけど、うん、もうちょっとこう植物が飼ってて、はい、人間はみんな仮面をかぶってこう、うん、歩いてる状態、あ宇宙みたいなね違う星みたいになってきました。うん、なんかね、うん、まあ、僕らが昔何かで見た未来とかね、うん、そういう、そうそう、うん、ねえ、もう本当にお話じゃなくて現実がね、うん、すごくなってきてますよね。そうですね、うん、もうヘトヘトです毎日歌声喫茶ミニ歌声喫茶ラララララ、この歌をそこにはただ歌が。2024上半期振り返り。改めましておはようございます。チャコンズチコです。今週は振り返りをやっております。振り返りをやっております。振り返りをやっております。よろしくお願いします。それでは準備体操からやっていきましょう。はい、じゃ肩に手を乗せて大きくゆっくり回してください。ぐるん。ぐるーん、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 反対回しです。ぐるーん、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 ぐるん、はい、牛スタンです。牛スタン、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 発声練習をします。
深呼吸しましょう。そして水分補給です。それでは歌っていきます。はい、それでは今日も今年取り上げた曲を振り返りつつ、今日の裏テーマも振り返ったり裏だったりそうですね、非常に後ろ向きな姿勢でやっております。そうですね、はい、はい、まあ、そんなわけで今日の1曲目は、はい、夜明けの歌です。あ、はい、うん、うん、こちら今週の月曜日にカナリア同様のね、うん、取り上げまして、これはあの1月に歌の歌という木曜セレクションでね取り上げたということをお話ししましたけれど、うん、この夜明けの歌もその同じ日に歌の歌の一曲として、うん、うん、取り上げたものですね、うん、うん、おなじみの歌ですのでね、心地よく歌い上げていきたいと思います、うん、うん、はい、はい、それではそれでは行ってみましょう。Thank you.
曲目は夜明けのスキャットです。はい、はい、うん、これ実はですね1曲目に続き、作曲は泉拓さんということでね、うん、ですから、うん、なんだ今日のテーマ簡単じゃないかと思った人も、うん、まだ分かりません。そうですね今のところじゃあこっちかこっちかってことですか。まあ他にもあるかもしれませんしね。そうですね、うんうん、この夜明けのスキャットは、はい、4月の8日月曜日の週にね、取り上げましたから、はい、まあ、比較的最近といいますか、うん、こうしてちょっと振り返ってみると、うん、あの半年、はい、今年の上半期終わったとなっても意外とこう振り返ってみると、あ、本当に半年ってすぐですね。そうですね、まあ、そうか、それは年齢と関係あるのかな。そうかな、うん、かもしれないですね、うん、はい、うん、この歌取り上げた時にね、うん、このじゃあスキャットってなんだろうとか、うんうんうん、じゃあそんなお話もしたりしてね、はい、まあ、この歌は一番はずっとこのルルルとか、うん、ラララとかパパパとかそういった口でこう楽器のように、うんうんうん、歌う、はい、言葉だけでできているという、うんうん、まあ、2番では普通に歌詞がありますが、うんうん、まあ、そのちょっとこう1番のね、うん、音を口でこう言っていく感じ、奏でていく感じっていうのをね、うん、ちょっと楽しみながら行ってみたいと思います。はい、thank you.
です。はい、いよいよ3曲目はフォスターの夢路よりです。これを取り上げたのはもうほんの一月ほど前、5月20日の週ですから、本当にちょっと振り返ればもうこの曲ということですけど、そうですね、訳詞をした津川秀一さんのねお話なんかもちょっとしまして、まあ、なんというかその音楽の理想を追求する姿も素敵だなというね、この方のこのおなじみの歌詞ですね。はい、はい、じゃあ今日の3曲目、まずはこれをたっぷりとねこれ、はい、歌っていきたいと思います。私はなんとなく分かったんですが、皆さんいかがでしょうか。さあ、それではテーマの発表お願いします。はい、今日のテーマは夜明けでした。当たりましたよ。まあ素直にね、はい、夜明けの夜明けのときて、そうですね、夢路よりも2番の方で、こう夜が明けていく時間帯のね、風景になりますので、夜明けの3曲と。そうですね、ただやっぱりあれですね、まあ、いろんなその例えば、夜を感じさせる歌もあるし、なんていうのかな、ここまではっきりとこれから日が昇るんだとかね、なんか夜明けのスキャットはなんかその狭間の何とも言えない不思議な時間とか、このあたりのこれから夜が明けて一日が始まるっていう時間帯の歌をこう3曲歌ってみると、なんかやはりなんとなくこう汚れのない気持ちのまま、そうですね、
いられると言いますか、うんうん、一旦寝たことで、はい、いろいろこのごちゃごちゃっとしたことが一回、うんうんうん、まあ流されてっていうか、はいはいはい、ね、あの、うん、一応心がこう、ま、そうだね、うんうん、それ実際そういう面ってありますもんね、人間。そうですね、うんうんうん、そう、起きた直後は特になんかいい感じなんですよね、うんうんうん、でまた日が昇って一日始まっていくとまた昨日の悩みの続きが始まっちゃったりする場合もあるんだけど、 そうね、うん、その明け方の夜明けのほんのその束の間、はい、すごく自分が無になれるというか、うん、いい時間がありますよね。そうですね、うん、まあ、そんな夜明けの3曲でした、はいはい、さあそれではお便りに行きますね、はい、今日はですね6月13日のレスポワールさん、てるてる坊主、おお、あの前にてるてる坊主を作ったかっていう話もしましたが、顔を描いてたかどうかっていう話をしましたよね、うんうん、はい、てるてる坊主、晴れたら目を描き入れたり鈴をあげたりお酒を飲ませたりしたようです。しかし毎回毎回ご褒美を用意するのは大変ですね。書き入れるのには筆を使ったのではないでしょうか。昔は筆が身近な存在でしたっていう、うん、お便りでございます、うん、だからやっぱりてるてる坊主って、うん、もしね晴れたらそこまでするっていうのが当たり前の感覚だったのかもしれないね。そうですね、うん、はい、そしてあのレスポワールさんね、あの6月の10日にはレインボータウン FM 無事聞けましたっていうご報告も書いてくださってます、うんうんうん、ありがとうございます、ここでお知らせしましたもんね。そうですね、はい、あの無事に1回放送されまして、うん、あの聞いてくださった方ありがとうございました。ます、さあ明日まで、はい、この振り返りをやっておりますのでよろしくお願いします。それではまた、チャコ&チコでした。